開き直ってるって感じです。オーディション中にキレられて帰ったこともいく使われます。タイトル行儀は悪いが天気はいいっていう素敵にこねくり回してあるタイトルかと思うんですけど、はい、ありがとうございます。どういう意味か教えていただけますか。開き直ってるって感じです。もうちょっと詳しくお願いできますか。どう出しましょう。なんかお互い話し合いながら私が決めたというか、編集者さんに候補をいくつか出していただいて、でもこれくらい回してないみたいに見えたらいいねって言って決めた気がするんですけど、結果的にそうですよね。まあなんかちょっと行儀悪いことを開き直っていたり、それを肯定してきた人生みたいなところが綴ってあるよという意味で、あとまあその、まあ、機嫌よくやってるよっていうか、あんまりこう社会に対して投げやりになったりとか、あのふてくされていることは書かれてないよっていうようなところが、まあ、天気はいいに凝縮させてもらったって感じですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あともう一問、はい、あの本出されたということで、はい、印税が入ってくるかと思うんですけど、嬉しい。使い道とか決めてらっしゃいますか。嬉しい。まあでも職業的にちょっと、来年いつ仕事なくなるかわからないし、この賛否両論芸人ですので税金に置いときます。すいません、ビビリなので。100万部ぐらい売れたらどうしますか。100万部売れたら、ハワイで調子乗ります。まあタイトル今行儀が悪いがというふうに入ってるんですけども、はい、今まででこう行儀が悪くてこう怒られちゃったなみたいなエピソードとかってありますね。山ほどありますね、やっぱり。今もそんなにちゃんとできてるとは言えないですけど、若手の頃はすごく態度が悪かったですし、あのオーディション中にキレられて帰ったこともいく使われます。はい、あとネタ番組でなんか若手コーナーみたいなんで、一応なんか軽く優勝した時にガッツポーズをしなかったらディレクターにあのどつかれました。はい、ということがあります。愛の鞭でした。はい、それ行儀悪いってことなんですかね。そうですね、あのスカスなって言って丸めた台本でどつかれました。